さあ誘導の後ろ5番の小野がペースを落として6番ジョー、1番稲垣、さあ一旦ジョーが前を切っていくか、3番香川祐介、稲垣は現在3番手外並走という格好、7番の高橋とちょっと絡んでいきます。まもなく金を迎えるバックストレッチ、インを救おうという7番の高橋でしょうか。さあ鐘が鳴って6番ジョー幸寛、3番の香川祐介、3番手は外踏み勝って1番の稲垣、稲垣は3番手絶好のポジションをキープした。6番手から7番車高橋、8番手から5番の小野が追い上げるんですが、残り1周の 400m、 6番ジョー幸寛、3番香川祐介、まくりには絶好、3番手稲垣が早くも2コーナーから行きました。香川は牽制できません。力の違いをまざまざと見せつけて1番の稲垣です。4番の西岡ちょっと口が開いていますが懸命に追走、しかしながら1番車稲垣、4番西岡完全に別線ラインはもう手も足も出ません。稲垣宏行の大楽勝、2着4番西岡、3着離れて3番香川祐介。結局7番の稲垣は6番手付近か、いや7番手、6番の戸田も切り替えて残り2周回です。前は荻原と、そして、鈴木の北日本勢、3番手山田がチラッチラッと稲垣の動向を警戒しています。その稲垣は7番手、さあ稲垣が行くか、稲垣が行くか、まもなく金を迎えるバックストレッチ、このまま3番の荻原が逃げ勝負か、荻原が逃げ勝負か、4番の鈴木誠、3番手に6番の戸田が切り替えていく、7番手からスパートしていく7番車稲垣宏行、合わせる2番の山田、あるいは前は3番の荻原ですが、稲垣が行った、最終周回1コーナーから2コーナー、4番鈴木の牽制、4番鈴木の厳しい牽制を受けている。さあ稲垣どうだ、稲垣は2番手、ちょっとスピードは鈍っていますが、サイド踏み込んで最終バック荻原を捉えていきます。7番の稲垣です。1番の西岡翔一、切り替える2番の山田、あるいは9番の香川ですが、直線コース稲垣が先頭、先頭五輪か、7番稲垣、あとは9番香川。一列が崩れていきます。ジョーと佐川が同時に動いていきます。2番の高橋も突っ張る気満々か。さあ高橋はどうでしょうか。3番のジョーがイエローライン付近に車を持ち出して佐川の動きを牽制しています。しかし一切構わず佐川行った、佐川が2コーナーから一気にスパートして前段を叩きます。打掌先行5番の佐川翔吾、1番稲垣宏行、そして7番の香川祐介がこの3番手にうまく切り込んでいる。2番車高橋洋介、4番手のインカ、9番車澤田義和、残り周を切って5番佐川翔吾、1番稲垣宏行、無風絶好の番手回り、追って7番の香川祐介、9番の澤田義和、後ろからの仕掛けは3番車城幸寛、城がまくって出るんですが番手発進、1番車稲垣宏行です。追いすがるのは7番車香川祐介、あとは9番澤田義和ですが、直線コース稲垣宏行、香川祐介、差がつまらない1番の稲垣です。人気に応えて1番の稲垣、そして4番の三谷も3番手の外まで上がってきました。3番の深谷と並んだ状況ですけれども、前では三重勢がブン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 吹かしていきます。4番三谷がちょっと短気となりました。9番の川村が離れています。4番三谷の短気がましですけれども、6番谷口と並んで前に出ていきますが、6番の谷口が2番手の外まで、そして3番の深谷なんですが、現在の位置が5人目あたりで残りは1周。
後ろからは9番の川野も自ら動いてきたんですが、それを制するかのように3番の深谷がまくりを放っていきます。5番柴崎合わせにかかったんですが、3番の深谷、その後ろ2番の大塚、さらには8番の川端が3番手で続いています。1番の稲垣が4番手、その後ろ7番の南で4コーナーから最後の直線と入っていきます。3番の深谷バンクの力、2番の大塚の追い込みですが、どちら3着争いも際どい勝負です。4コーナーから直線と帰っていきます。まもなくレースは残り2周を切ろうというところで、7番手から7番の川端上がってきました。赤番標識の横を通過していきます。4番の桑原、そしてこの後ろ6番の野田が続いて、5番の稲垣はあっさりと引きました。誘導が退避しています。稲垣が4番手の内側、しかしその外まで8番の小松崎太一が来ています。この8番小松崎が動いていきまして鐘を迎えていきます。北日本勢が前に出ました。7番の川端は下げて3番手、6番の野田が5番手、そして5番の稲垣が6番手で、2番の木暮は8番手で直線戻ってきましたが、5番の稲垣が6番手から発進、残りは1周。これに7番の川端が合わせにかかって2コーナーからバック、おーっと7番の川端が落車しています。最後のバックストレッチ、5番の稲垣が前、8番小松崎を捉えに行く、その後ろですけれども1番の村上が続く、さらには2番の木暮、4コーナーから最後の直線と入っていきます。5番の稲垣、1番の村上、外からは2番の木暮、この3人。ただこのレースは落車がありました。7番の川端、前6番の池田が先頭、そして中段以降並走になっています。アウト並走、3番稲垣が上昇、6番池田が突っ張っていく、レースは打者を迎えます。さあ彼を聞いて、アウトコースを3番稲垣、インコースを6番池田、さあ6番池田が突っ張って4コーナーから直線コースへ向きました。これを後方1番早坂がかわしていきます。1番早坂が一気に踏み込んでいく、さあアウトコースまずはできた、1番早坂主導権、この2番手9番内藤が食い下がった、それから5番中田が3番手、ライン3名綺麗にできて2コーナーから最終バック、さあ先頭かましが決まりました。1番早坂集合、この2番ぴったりが9番内藤伸彦、それから5番中田春樹が3番手、4コーナーから直線先頭、1番早坂粘る、2番手から9番内藤ですが、早坂が逃げ切って合流。前は7番志村が待っています。ここでアウト並走、8番栗山が一気の上昇、7番志村が飛びついていくのかどうか、彼を迎えます。さあ叩いて8番の栗山先頭、2番と2番の稲垣、それから5番の伊藤が3番手、7番志村は4番手に下げました。そして後方から4番青森巻き返して、レースはこれから最終周回、前からベーチ踏み込んでいます。8番栗山俊介、この2番手が2番稲垣博之、それから5番伊藤3番手、まくり4番青森が現在2番手、これを張っていく2番稲垣ですが、さあ4番の青森がまくり切れるか、2番稲垣が番手発進、最終3コーナーから4コーナーに向かう、さあ番手から出た2番稲垣が先頭です。この前枠に5番の伊藤、6番中曽が切り替えた、4コーナーから直線先頭、2番稲垣博之、2番手9番5番の伊藤で合流。残り2周、2コーナーからバックスイッチ、アウトコースを抑えて9番山崎が先頭、インコース5番稲垣が突っ張りますが、さあ稲垣がインコース粘っていくのかどうか、金が入った。さあ5番稲垣が今日はイン粘りの展開です。抑えて9番山崎が先頭ですが、この2番手インコースを5番の稲垣博之、アウトコースを3番内藤ですが、今度は3番手に交代、アウトがした。7番星島、8番岡村転倒です。そして2番の稲川も転倒しています。最終回の2コーナーからバックスイッチ、さあ今度は4番森川がまくっていった、まくって4番森川が先頭、そしてこの2番と1番柴崎がつける、あと5番稲垣が3番で食い下がっていけるかどうか、後ろから9番山崎が踏み込んで4コーナーから直線、まくって4番森川大輔、このマーク1番柴崎ですが、並んで捕まえてゴリ。このアウト並走が3番の脇本雄太、さあ3番の脇本が2コーナーを踏んでいくのかどうか、3番の脇本、彼でじわっと抑えていく、打者を迎えます。
抑えて3番の脇本ですが、これアウトコースを5番の早坂がスパート、前から3番脇本が突っ張っていく。さあ3番の脇本、そして5番の早坂、この2人がもがき合いますが、アウトコース5番早坂集合、まずはできた。2番手4番大月、それから8番明田が3番手、インコース3番脇本は現在4番手に交代した。後方6番森川まくって2コーナーから最終バック、これを1番井上が阻んでいく。さあ先頭を飛ばす5番早坂集合、この2番手が4番大月、8番明田が3番手、4番手からもう一度3番脇本踏み上げますが厳しいか、よく回った。先頭5番の早坂粘る、満手4番の大月ですが、早坂押し切ったか脇本か。後ろは7番の村上義弘、京都勢まず動いてきましたが、残り2周回、さあ前段どうでしょう、2番の浅井、並んでくる1番武田豊樹、4番の稲垣も来ています。一旦引いて3番の新田雄大ですが、まもなく打賞、前変わって京都勢、4番稲垣博之がここは主導権を取っていくのか。後ろから3番新田雄大を巻き返してきていますが、後夜1番の武田が回っている最終周回。さあここは3番新田雄大一気に来て、4番稲垣をかわしていくか。最終1コーナー先頭を変わって3番新田雄大、これ懸命に来ば山崎が追っていくんですが、離れている2番手が離れて、先頭は3番の新田雄大、後ろからは2番の浅井康太、1番の武田豊樹がまくってきていますが、最終3コーナー、さあ激戦です。前は3番の新田雄大先頭、突っ込んでくる1番武田、2番の浅井、6番の近藤、直線前からで中部勢か。2番の浅井康太先頭、浅井先頭1着でゴール、6番の近藤辰徳、ゴールは中部勢。今残り2周回です。さあライン細切れ戦、各ラインの攻防も始まっているんですが、今前は北日本勢、1番新田が前に来ています、6番の岩本、内側には8番の吉本ですが、さあ今度は南関東勢上がって今打賞です。6番岩本俊介今先頭、そして3番の稲垣博之、稲垣が1番の新田雄大を抑えつつ上がってきました。最終主導権を取っていくのは3番稲垣博之、稲垣が逃げて岡山勢追走です。そこをまくり上げていくか、1番の新田雄大、後ろを追って5番の菊池慶翔、先頭は3番稲垣、後ろ岡山勢追走ですが、そこをまくり上げていくのは1番の新田雄大、しっかり5番の菊池も追走している。最終3コーナー、1番の新田がまくり切って先頭、その後ろを追っていくのは5番の菊池慶翔、7番の岩津も絡んでいる。さあ岩津が絡んで、5番の菊池は苦しい、1番の新田雄大先頭だ、新田先頭だ、押し切ってゴール。その後は岡山勢か岩津と歌手の、後ろは5番坂口康介つけて、6番吉田健一、チームの3人、一旦近畿勢4番の筒井を警戒していまして、依然前は関東勢、残り2周を切っています。2番竹内が前に行きまして、一方の近畿勢4番筒井も一気に行こうとしていますが、今打賞です。ここは4番筒井優也、2番竹内優作との勝負ですが、ここは強引出るのか、2番の竹内も応戦している。竹内と筒井もがき合って最終周回、さあ後位じっくり回って9番の稲垣ですが、まくっていくのは関東勢、7番の天田がまくっている。しかし番手から行くのは9番の稲垣博之、後ろ混戦から7番の天田がまくってきていますが、あとは5番の坂口光成食い下がって3番神山雄一郎、最終3コーナー続か、前変わって関東勢か、9番稲垣も応戦していますが、7番の天田祐希先頭、9番稲垣踏ん張っている直線コース、先頭は7番車天田祐希先頭だ、振り切って今合理、あとは9番稲垣博之。隊列の最後尾は9番の朝倉、関東3名が後方から早くも車を進めていきました。赤番いや青番通過後で早くも5番のキグレイカー、関東の3人が上昇し稲垣博之を抑えます。さらに8番の畑も動いてきました。出入りの激しいレース展開、キグレを抑えた畑、さらにその畑を抑える松坂、そして1番の稲垣もペースを上げて赤番を通過、
出入りの激しいレース展開の中、最終選考は突っ張った地元の松坂洋平か、一旦稲垣中段3番手に車を下げるが、その位置は譲れない5番の木暮康義、並走の後ろ腰淡々と選挙を伺っているのが8番の畠聡、4コーナーカーブを抜けて、さあ最終回、先頭は6番車、地元の松坂洋平、2番手土屋、先手を握った難関勢に対し、中段から1番車、稲垣宏之、まくっていく、7番の南、そして来た8番車、畠聡の一発か。松坂稲垣両者のもがき合いを8番の畠捉えた、8番畠捉えた、4コーナーが直線、後続引き離し圧勝です。8番の畠聡、2着は5強敵稲垣とは初対決、どこまで抵抗できるか注目。さあまず中段から古川が動いて出ました。この動きは中段切ってのまくり狙いでしょうか。6番の古川、稲垣広之を抑えに出ます。まだ稲垣引きません。前段並走を4番の一ノ瀬、ペースを上げていき赤番を通過、稲垣広之引いて7番手。さあ前後入れ替わりました。先頭は一ノ瀬、古川は4番手をキープ。一方9番車稲垣秀樹、7番手に置かれる展開。明治の深しい4番車一ノ瀬匠、最終選考番手は3番の室井健一。さあ後方7番手からロングまくり9番車稲垣秀樹、一ノ瀬の先行を捉えることができるか。合わせる6番の古川直也。さあ最終回のバックストレッチ、先頭は一ノ瀬、先まくり6番の古川、9番の稲垣、中段3番手アウトコース、稲垣苦しい、稲垣苦しい、逃げる4番の一ノ瀬を3番の室井健一抜け出してゴールイン。人気の稲垣敗れました。負けられない選手がいましたが、このレースでもいます。その人はこの稲垣宏之、後ろをめぐって加倉松崎、初手からマーク戦。一方強敵稲垣相手にどう出るか、山形克樹後方から上昇し抑えに出ます。山形が野本村上連れて戦いを仕掛ける中、稲垣宏之正攻法から若干抵抗を見せて赤番を通過。さらに3番の牧田秀彦が地元の小林を連れて上昇、1番の山形を抑えました。抑えられた山形、3番手に車を引く中、2番の稲垣宏之の位置取りは6番手です。稲垣6番手、さあ巻き返しなるか。逃げたのが千葉の牧田秀彦、3番手キープ、まくりの射程圏内、稲垣より先に動きたい山形和樹。さあ最終回、先頭は3番の牧田秀彦、1番山形和樹は3番手、さあ北2番車稲垣宏之、後ろの競り合いを尻目に一気にまくっていく2番の稲垣、山形合わせることができず、牧田を先行を稲垣がまくりきり、早くも後続を引き離しセーフティーリード圧勝です。人気に応えました2番の稲垣宏之。隊列の最後尾を回ります。さあ稲垣が戦いを仕掛けに行きます。正攻法の新田、ここはすんなり車を引きました。抵抗せず新田は車を引きます。一方2番の山形が一旦車を上げていきます。おっと、ここは番手線に上げるか。2番の山形、1番の稲川に絡んでいきますが、そこは稲川譲れません。番手を死守、先頭は7番の稲垣宏之、3番の新田康人、中段4番手をキープ。2番の山形和樹は7番手に置かれる展開でジャンが入りました。さあ先行勝負に出た7番の稲垣宏之、先行逃げ切りになるか。4番手から早くもスパート、3番の新田康人、合わせる1番の稲川が3番の新田をブロック、新田は失速。さあ先頭は7番車稲垣宏之、番手の仕事をこなした1番の稲川が今度は山形のまくりを牽制。さあ最終回3コーナー、先頭は7番の稲垣宏之、1番の稲川がまくりを止め差を詰めてくる。さあ両者のマッチレース、稲垣宏之を稲川がかわしてゴールイン。
7番の池田が再度車を上げて誘導員をかわしていきました。7番の池田が残り600で飛び出していった。3番の稲垣がその池田のラインの後ろ4番手あたりをキープするか。7番の池田がペースを上げていきます。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。7番の池田の先行、強引にねじ捨てに行ったのは3番の稲垣。3番の稲垣が2番手の横あたり前並んでくるが、これをブロックしていくのは2番の五冠。内を救ってきたのは1番の佐藤。1番の佐藤が2番手、2番の五冠と並走している。ここは1番の佐藤が2番手取り切りました。7番の池田が先頭、2番手から踏んでいく1番の佐藤。4コーナー開直線、1番の佐藤慎太郎抜け出してくる。後ろから4番平沼、1番佐藤慎太郎です。5番の近藤は現在5番手です。後方から3番田中が上がってきました。4コーナーから正面スタンド前に戻ってきます。3番の田中がまずは1番の稲垣を抑えるか。稲垣はここで3番田中を突っ張っていきます。稲垣が3番田中を出させない。後ろは7番の川木追走、3番田中は2番手の外。さあここは一旦下がるか。3番田中もう一回踏んでいった。外から5番の近藤上がってくる。5番の近藤が前に踏んでいきます。残り600の鐘、1番の稲垣はこれも合わせていこうというところ。さあ5番の近藤、そしてその後ろですが、2番7番と落車、3名落車です。2番7番9番3名が落車。1番の稲垣逃げていきます。2番手は5番の近藤が収まって、3番手4番の黒木が追走、その後ろ6番鳥越です。さらには3番田中、8番の三月と続いてバックストレッチ、2番手から5番の近藤抜け出していく。1番の稲垣は力尽きて下がっていった。現在2番手と、あ、しかしここは4番の黒木をさばいて2番手キープ。1番稲垣4コーナーが直線、5番の近藤が先頭。大野は稲垣ですが5番の近藤ゴールイン。4番手キープしたのは2番の稲垣、3番のドミトリエフは現在7番手の位置。9番の池田がもうペースを上げていきます。池田が早くもペースを上げた。残り600の鐘、後ろは4番の川村、さらには1番の五冠、4番手2番の稲垣がいる、8番の小島、そして3番のドミトリエフは現在7番手。9番の池田が完全にこれは主導権を取った。残り1周、4番の川村2番手、3番手は1番の五冠、4番手から動いていけるか2番の稲垣。早めに行った4番の川村、4番の川村仕掛けていった。後ろは1番の五冠、その後ろに2番の稲垣続いている。さらには8番の小島、後ろからは3番ドミトリフ上がってくるが、これは苦しいか。4コーナー開直線、川村先頭、外からは2番の稲垣、突っ込んできた稲垣か、最後は稲垣か。3番手の外から3番手を取り合います。7番の渡辺と並走状態も、インコース7番の渡辺勝成が飛び切って、4番の石井は一旦引いて中段の位置。先行1番の脇本、脇本の逃げ9番の稲垣、そして7番の渡辺勝成、後ろを取って4番の石井、8番の渡辺春人も、後方から3番の原田がまくってくる。まずは7番の渡辺勝成中段から発進し近畿勢を捉えた。1番脇本の逃げを7番渡辺勝成が捉えて、今度は9番稲垣、大須と3番原田、さあ原田健太郎やってくるが、合わせて9番の稲垣弘之、粘る7番の渡辺勝成、かわしていく9番稲垣弘之、外から5番の中川誠一郎、外5番の中川、内9番稲垣、そして6番井上。結局関東勢は6番手まで下げました。赤番から主導権7番の稲垣、稲垣の逃げマーク3番の稲川、そして2番の浅井も、1番武田が巻き返してくる。さあ巻き返していった1番武田、ジャンからもう一度激しくもがき合う。武田対7番稲垣、もがき合いは近畿勢が突っ張った。1番武田は苦しい展開で、2番の浅井と少し中段もつれ、平原が発進していく。平原がもつれを踏み込んでいき、8位の落車、武田が落車です。9番の平原まくっていき、6番の大橋、さらには4番中川誠一郎が自力に転じた。外4番中川、中川がまくってくる。逃げる平原を、外まくった中川誠一郎、中川まくって8番の上。
今度は地元コンビ6番の岩本、目まぐるしく前後入れ替わり、6番の岩本まずは先行体制、8番の海老根、2番の新田はやや打ち包まれて、かましてきたのは稲垣、稲垣がジャンガマシでマーク3番村上、京都勢が主導権取り返し、内を救った2番の新田、続く7番の神山、先行勝負に出たのは5番の稲垣宏之、逃げる稲垣、マークは村上、少し前と車間を空けてサポートしていき、2番の新田は3番手からチャンスをうかがって、続く7番の神山、逃げる稲垣、稲垣の先行、番手村上、そして2番の新田、神山4番手、さあ5番の稲垣が粘りを見せて、番手から村上、直線一気に追い込んでくる、粘る稲垣宏之、稲垣粘り、抜けてきたのは神山、外は2番に行った。後方からゆっくり上がってきたのは近畿両者、稲垣宏之、そして稲川翔、まずは新田を抑えます。外に持ち出し8番桐山、さらに4番竹内も、4走とも先行が打てるか。さあ竹内が外に持ち出します。追走2番の大塚、8番の桐山前で待ち、もちろん主導権取り4番竹内優作、赤番から先行で中段の取り合いは7番の新田が3番手に入った。さあ先行勝負は4番竹内、竹内早くもペースを握っていき、2番の大塚マーク、7番の新田、そして1番神山、東日本勢が絶好3番手の位置で、稲垣はまだ後方8番手、南関東勢が中段から待って打つ、桐山が待ってくるが、逃げる4番竹内、竹内の逃走劇に番手マークが2番の大塚、3番手から新田雄大の快速まくり、後方からは稲垣もやってくる。さあまくりの試合だ、7番の新田、そこ3番、しかし1番神山が稲垣を止めて、新田のまくり、追撃神山をぐんぐんちぎって新田雄大、1番神山、3番稲垣。8番手から飯野雄太、まず飯野から揺さぶりかけていきます。おっと稲垣も前へ前へと攻め込んだ、稲垣も前へ前へと攻め込むんですが、アウトコース、これを抑えて7番の飯野雄太です。後方からはどうでしょう、3番の郡司、さあ郡司行った、郡司行った、ジャン前で3番の郡司浩平が7番飯野雄太を叩きます。6番車石毛勝幸、叩かれて飯野が3番手、一方稲垣が5番手、吉田敏弘5手を踏んで8番手、最終ホームを通過します。3番郡司浩平の逃げ勝負、6番石毛勝幸、3番手まくりに構えて7番の飯野、稲垣も5番手、稲垣も5番手、最終の2コーナー、ここから稲垣がスパートしていった。さあ稲垣のまくり、稲垣のまくり、3番手から飯野雄太合わせ込んでいく、まくりが進んだ、最終3、4コーナー、しかし稲垣がいいスピード、1番の村上はちょっと口が開いてしまった、後続をちぎった稲垣宏之だ、2着争いは最後6番の石毛勝幸、9番稲垣、6番石毛、新田あるいは2番の井上の動向ですが、井上が前へ前へと攻め込んで、新田雄大がどうでしょうか、新田簡単には車を下げないか、ああ一旦ここで2番井上、井上が前を切っていく、これを抑えて1番稲垣の先行です。新田雄大は8番手まで車を下げています。鐘が鳴ってまだそれほどペース上がっていませんが、1番稲垣宏之です。5番の川村浩二、7番村上義弘、8番吉田健一、さあ新田雄大は8番手、じっくりとまくりに構えて残り1周の 400m です。さあ稲垣がぐん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 飛ばして、5番川村浩二、7番村上義弘、後ろから仕掛けはまだないか、5番手から2番井上、井上が2コーナーからまくっていく、依然として新田雄大は8番手、最終バックから3コーナー、1番稲垣、番手で5番車川村浩二、ようやく後方から3番新田雄大、新田雄大の大まくりですが、直線は5番の川村浩二、川村が先頭合流、5番の川村、そして2
服部、井上、この2人に9番、E の2番、今度切り替えました。さあ、前を抑えた服部です。稲垣はじっくりと構えて、現在後方の7番手付近。さあ、稲垣はじっくり構えて後方7番手ですが、ジャンマイ2コーナーからバック、今度は北日本勢のインギリカ、それを叩いて出る稲垣博之です。ジャン先行稲垣、1番村上義弘、そして三谷翔太まで、近畿の3名がきれいに抜け出しました。飯野雄太が4番手、服部克久6番手、小島啓司は8番手、残り1周の 400m です。7番稲垣博之、車間を切ってがっちりガードします。1番車村上義弘、3番手も8番の三谷が固めて、後ろからの仕掛けはどうだ。4番手9番の飯野、さあ縦1列最終バックから3コーナー、7番の稲垣、1番村上、そして8番三谷、このまま近畿勢争いか。直線コース、稲垣博之、番手から村上義弘、村上が余裕を持って差し切っています。1番村上、7番どうでしょうか。さあ稲垣はちょっと2番手で粘るのか。稲垣博之の番手勝負でしょうか。さあ日体雄大の抑え先行に対して、日体雄大の後ろ、さあ稲垣はインで粘っている。これを嫌って二番車岩津、さあ岩津もインギリか、岩津もインギリか。さあ鐘が鳴って日体雄大の後ろが2列並走だ。そしてインギリが2番岩津雄介、7番小倉隆二、スローだ流れ、最終ホームにこれから帰ってきますが、さあ岩津と小倉、そして日体雄大の後ろ、まだ並走、インコース1番の稲垣、アウトに8番の飯野雄太、さらには9番の村上、3番足沢で、さあピッチ上がって、このまま岩津が成り行き賞先行になった。番手が7番の小倉隆二、3番手日体雄大が巻っていく、日田のまくりが一気に決まっていく。後続は少し離れてしまったか。懸命に後方からは3番の足沢大輔ですが、ぶっちぎり日田雄大完勝です。5番の日田、2着は最後3番足沢。そして残りは1周半、ジャンの直前から動いてきた関東ライン4番の土屋、神山、稲村という関東勢、まずは前段、その上から7番目田が仕掛けてきそうです。下がった稲垣6番手、5番北鶴は現在後方8番手の展開です。ジャンの4コーナー、7番の根田隆が先行宣言。そして番手が望月、関東勢3番手から5番手ですが、1コーナー3番手から4番土屋、車輪に仕掛けようとしています。あとは2番の稲垣は6番手状態で、5番北鶴は離れて8番手です。6番手の位置から2番の稲垣満を持して通列まくり、追走9番の佐々木、逃げる難関勢にまくった2番の稲垣、3番手まで接近です。6番神山切り替えて3番手打ち目、あとはためにためた5番の北鶴の8番手まくりを襲いかかって、1番その打点で中断どころです。難関勢踏ん張って第4コーナーから直線コース、絶好の番手から伸びる3番望月、神山迫ってゴール。3番望月、6番の神山、両者の争い。残りは1周半、今度は2番の土屋が前に来て川口がマーク、そして稲垣はすぐさま巻き返しを狙ってきます。7番園田、8番支原が追っていって、人気の本線1番の稲垣巻き返して、ジャンの4コーナーから主導権です。埼玉東京勢下がって中段か。佐藤は現在6番手のところ、6番西村は8番手に置かれました。2番土屋は内で粘って番手に切り込んでいますが、園田がきっちりさばいて番手を確保になってバックストレッチに入ります。ロングスパートの先行1番の稲垣、今日のかかりはどうか。園田が2番手、6番手から9番佐藤が出足強烈なまくりを放って前段に襲いかかって、面白い感じの3コーナー力勝負、逃げる稲垣、まくった佐藤が捉えていきそうだ。あとは6番西村が後方から発進です。稲垣園田はピンチの展開、第4コーナーから直線で9番佐藤、西村捉えたがゴールイン、大金星6番西村コーター。
鐘を迎えて、まず東京勢6番の近藤インキリ気味に前に、それをかわしながら7番姿が先頭に出まして、北日本3人すんなり前段へ、あとは東京勢2人は中段4番手5番手で、3番稲垣は6番手のジャンの4コーナーから2日目準決勝同様に発進です。ロングスパートを試みる3番の稲垣、かわして1コーナーです。思い切っていきました。今日も先行3番稲垣、追走園田と佐々木と4番の須藤、あとは東京勢6番の近藤が中段外に上がってまくり上げる。北日本勢現在後方になりました。3番で外まで上がった6番の近藤がバックで3番で外でいっぱいか、あとは北日本姿ではなく5番の大森、切り替えて自力バックで狙ってきます。前は踏ん張って3番の稲垣、今日は力強さ十分です。園田が2番で、佐々木は3番で、人気の本戦で最後の直線、稲垣逃げ切ってゴールイン、完封勝ち3番稲垣、あとは迫った9番園田。池田隼人です。外側走っていきます7番6番と即席の両者、これに続いては8番池田、1番の木暮と関東2社です。これで2番手以降が並走状態で2コーナーのカーブです。7番の軍事がスピードアップ、即席ライン先頭へ、さらに8番の池田隼人が先頭に抜け出していきました。5番手真っ中段に収まったのは9番の菅原です。一方2番の稲垣は7番手になりました。一本棒残り1周を迎えます。車間切っては2番の池永博之、足を止めての一発なるかどうか。8番の池田隼人が軽快に飛ばしていって番手回りを、車間を置いては1番の木暮、3番手回りからマクロという7番の軍事、2番手アウトコース、1番木暮と2番手並走状態から4番手インコースに切りました。さらに内をすくってくるか3番車、8番の池田隼人が先頭状態直線コース、8番池田隼人先頭、外側2番車、最後は2番の強襲です。では西の遠征、中段回りを8番の三隅インコース、外側1番の飯山康之が後ろの出方を見ています。3番の稲垣は7番手、車間を切って1番の飯山が中段回りの5番手、2コーナー抜けたあたりで一気に3番の稲垣仕掛けていきます。ジャンを迎えての3コーナー、一気に3番の稲垣先頭に抜け出してきました。追っていく9番小林、そして4番の深澤、本線ができる形も7番の菅原明が番手さばきに出ました。残り周の1コーナーカーブ、3番の稲垣先頭、7番の菅原さばきました。3番手回りを2番車室井健一、回っているのは3番の稲垣、7番の菅原、そして2番の室井、この3名ができる形から5番の立花が追い上げていく。自力に転じる直線コース、3番の稲垣先頭、7番の菅原詰めてくるんですがかわせません。4者が前に立っていきます。3番手インコースには5番の菅原明、そして後方周りを難関の2者、3番手以降並走状態でジャンの鳴る向こう止めになります。6番の山本俊一先頭の体勢でジャンを切りた9名3コーナーに入っていく。6番山本につける1番稲垣、3番手インコースに5番の菅原、そしてアウトコース9番中村、3番手並走状態から2番の郡司航平が後方から勢いよく上がってくる。残り1周の1コーナーカーブ、2番の郡司航平が叩いていく。続く8番の伊勢崎、難関2車が飛び出しました。6番の山本交代、3番手から まくり炸裂は1番の稲垣、一気にまくってきて2番の郡司を捉えていく。1番稲垣が先頭に抜け、5番の菅原が追っていく直線コース、1番の稲垣博之、まくり解消です。1番